三田本部長は大阪府出身で、大阪大学法学部を卒業後、1992年に警察庁に入庁し、これまでに佐賀県警察本部長や大阪府警察本部刑務部長などを歴任してきました。三田本部長は、責任の重さに身の引き締まる思い、県警職員とともに岐阜の治安維持に取り組んでいきたいと抱負を語りました。 また、重要な課題として、SNS を使った特殊詐欺の問題を挙げ、全国的にも被害が多く対応に注力したいと述べました。また、10月に開催される西流の国岐阜文化祭2024についてもしっかりと取り組んでいきたいと話しました。